男性同士の恋愛はありですか？このご時世にまだそんなこと言ってんの？ありに決まってんだろ、どう考えても。普通にありだろ。多様性だぜ。まあ最近多様性がだいぶはっちゃけとうけど、多様性と無法地帯を履き違えちゃいかんよなとは俺はぼーっと見ながら思うけどね。なんかあの うんたらかんたら歌舞伎町タワーだとかすげえ話題になってんじゃん。あの東横キッズを全て駆逐して株が上がったと思いきや、ジェンダーレストイレで全ての株を元のさら地に戻したタワー、めちゃくちゃ面白かった俺あれ。あれ見ながら爆笑しとった俺。一瞬株上がったのにめちゃくちゃさら地に戻った。めちゃくちゃおもろい。あんなことあるんやね、建物って。建物ってあんな評価なるんやと思って、めっちゃおもろい。一時一瞬めっちゃ株上がったのに。ジェンダーレストイレでボコーンドーン、すごいよ。ビルさら地になっちゃった、終わりだ。そう、なんか別に俺はさ、男の人と男の人が恋愛しようがめっちゃなんとも思わし、むしろ俺はいいことやと思うし、女の子同士が恋愛しようのも別になんかすごいいいことと思うし、なんかそこに特に違いはないと思うけど、あの下半身に物がついとうかついてないかでトイレは普通に分けるべきと思うよ。それは普通に、そればっかりはそうと思うけどね俺はね。だって人体なんだから、人体の区分なんだから。杉田玄白がお前最初にターヘルアナトミアでお前がっつり書いてんだから。別に俺は恋愛は自由やと思うし、結婚することも自由やと思うし、何の否定も しないけど、でもトイレに関しては普通に下半身で考えたらめっちゃそれが普通に分かりやすくない？てか別に分かりやすくない。だって普通にさ、店員を取っとったらさ、女の子も安心するわけ、分かる。でも店員があって、そのなんか女子トイレを使おうとするけん、それは怖いわってなってしまうわけやん。しかも男からしたら店員を取るっていうのはもう分かる、軽い気持ちじゃ無理やけんさ、本当にそうじゃないと、分かる、本当にそうじゃないとダメやけんっていうのが、なんか俺一番手っ取り早くていいんやないかなって俺はふと思うんやけどね。まあまあまあ、あくまでも27歳の学もない男の意見なんですけどね、僕はそう思います。天井天下よいがどくそ天井天下よいがどくそ